さんこんにちは。こんにちは。今日は PGA ティーチングプロ竹内により皆さん、シニアの方、レディースの方、今よりも30ヤード飛距離アップをしていただくためのプログラムを組んでおります。ぜひこの動画レッスンのプログラムによって今よりも30ヤード飛距離アップを目指してください。それでは竹内プロよろしくお願いします。向いてください。この状態で静止です。ここから体を捻転して真正面を向いていきます。しましたけども、スタート前や練習前必ずこの4つのストレッチをやるようにしてください。巻いていただくんですけども、飛距離アップをするためにあえてこの部分は変えていくという部分があります。なぜこのグリップがいいかと言いますと、よく手は使わないで振るっていうふうにスイングでは言われますが、実際手でもクラブが振れないと右にボールは抜けてしまいます。ここで本日は手打ちドリル、練習ドリルを2つご紹介いたします。はい、ありがとうございます。この輪っかがいることを意識しながら素振りをしていきます。常にヘッドの方にこの輪っかがいるように、